ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、新型の担当の標準車の X と新型の担当カスタム RS という車種をですね、2車種ですね、続けて試乗できましたので、レポートしたいと思います。この両車はですね、つい最近ですね、発売されたということで、試乗車が間に合わないか間に合うかってとこだったらしいんですけど、ちょうど間に合ってですね、早速乗らせていただいてきました。両車の違いはですね、まずエンジンがまず違います。カスタム RS はターボ車です。で担当 X、 標準車の X はターボ、ノンターボのエンジンですね。で出力はやっぱり違いますので、まあ出足ですとか加速ですとかっていうのは、やはりターボ車の方がレスポンスがいいわけですけども、乗り心地に関してはですね、担当 X の標準車の方がタイヤサイズもですね、径は一緒ですけども、タイヤがちょっと細いとかですね、14インチだったりするということでですね、乗り心地が多少良かったと思います。私は後ろの席に乗ってましたけども、やはり担当カスタムの方はスポーティー仕様になってまして、担当 X の方はですね、オールマイティーな走りが、乗り心地も良くてですね、素晴らしい車だったと思います。駐車支援システムですとか、そのあたりですね、オートクルーズ関係はですね、オプションでカスタム RS に近づけることができるということですけども、両社ともですね、税金とか諸経費とか、あと多少のオプションをつけたらもう200万は軽く超えるような、そんなような値段でした。相当ですね、高価な車だと思います。ですけどね、機能とかを考えればですね、納得のいく、納得のいくと言いますかね、当然そのぐらいの値段になってもおかしくはないような、そんなような装備が満載でございました。で室内光はですね、やはり担当だけあってですね、先代もそうでしたけども、頭上がですね、クリアランスが相当取れているので、これ小さい子供さんやなんかですね、室内で立って何か着替えたりすることもできたりするんじゃないかなと思って、すごくそういう意味ではですね、室内光がある車でですね、助かるんじゃないかなとも思います。特に子育て中のですね、親御さんたちにとってはですね、担当はもう最良で最高の車なのかなっていうように感じました。高速道路でですね、オートパイロット、日産で言う自動運転みたいな機能、似たような機能がですね、オプションで選べたり、担当カスタムには標準でついてくると思うんですけども、そんなようなですね、日産さんですね、ライバル車ですね、他のライバル他社さんともですね、見劣りもないような、そんな内容に仕上がっております。とてもね、素晴らしい車を試乗させていただきました。本当にディーラーさんありがとうございました。今回はですね、この辺りで失礼いたします。いかがだったでしょうか。またチャンネル登録の方もお願いできましたら、もう本当によろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。マイクでした。